ちは、店長武蔵チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。GP125、特別使用者うちで作ってるっていう感じでございます。はい、キムコさんにはありませんので、はい、特別使用者ということですね。なんていうんですか、当店オリジナル使用者でよろしいですかね。はい、とりあえずね、こんな感じでナックルバイザーを、取り付けてございます。はい、こうね、で、ちょっとこれとりあえずナックルバイザーを取り付けるだけでね、まだやってないんですが、まあ、これにグリップヒーターを取り付ける予定でございます。はい、グリップヒーターなしっていう手もあるんですけどね、これだけっていうね。うん、でとりあえず2箇所で止まってます、こことここね。うん、でここは止まってないんで、まああれなんですけど、まあね、そんなにここに風がうわーって当たってっていうのはないと思いますから、はい。でこっちは多少ちょっと変更します。スペーサーがここでがちょっと薄手のね、うん、右と左でこれ違うんですよ。そう、この厚みのあるものをこっちに持ってきて、これを若干外側に、出す感じにします。はい、これがね、今ギリギリなんで、はい、本当はこれを中にこう収めるね、収めて、でここは、何ですか、フェルクロか、マジックテープで止めるっていうね、本来はおそらくスイッシュはそうなってるんじゃないかと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとうちでは、まあ、少し離してね、まあ、こっちと同じ こんな感じでね、はい、うん、それでいいのかなと、うん、思っているところでございます。それで今これ黒で、作ってますが、もちろん白で作ることも可能でございます。はい、ですので、色はね指定していただければ、こんな感じでうちで、ちょっと加工して取り付けて、お渡しするという感じでございます。今お乗りの車両に取り付けっていうのはうちではやっておりません。すいません、それはそうすると普通にお金いただく感じになっちゃうんで、あとどうしても加工云々っていうのがね入ってきますから、うん、あまり、うん、どうですか、どうですか。はい、であとグリップヒーターは木島さんの、うん、あのスイッチが別についてるやつね、それを、まあ、この辺につけてスイッチピッピッピッと押して、使っていただくということです。まあこれとあとグリップヒーターついてれば多少楽なんじゃないですかね、冬場でもね。あとまあスクリーンなんかあるともっとね、いいかもしれませんが、はい、こんな仕様で、作りたい。うん、でできればですね、もうこれも全部 LED にしちゃいたいって、はい、そういう仕様にして、販売したい。 LED はちょっと今のはねあれなんですけど、まあ、とりあえずこれと、グリップヒーター、うん、店長武蔵エディションバージョン3という感じで、販売をさせていただきたいと思います。そして、店長武蔵ステッカーが貼られるわけでございます。そうですね、はい、どっかにまあちょっとね貼って、はい、お渡しするという感じですかね。うん、まあ、いらないっていう方は貼らないで大丈夫ですからね。はい、まあこれはちょっと欲しいなっていうね。うん、それで、まあうちのね、あのやり方としては、これをつけたいって人もいるでしょ。ね。その方に、いやいやこれ、うちのちょっと特別用紙なんで、ちょっとそれは、っていう、じゃあ話にならないんで、つけたい人はね、やり方。やり方も何もないんですけどね。はい。そういうのは特にないんですが、まず、スイッシュです、これね。スイッシュのナックルバイザー左右ね。はい。スイッシュリミテッドですよ。それを、購入いただくといいかなと思います。あとですね、バーエンド。これは GP 純正ですね。使ってます。で、これ。スペーサー。これ買ってください。これも、スイッシュ純正。こっちはね、右側だったかな？左か右かどっちかなんですけど、幅の広い方を2つ両方使った方がいいみたいです。はい。狭い、買った反対が狭いんですよ。確かね。うん、これ使わない方がいいです。うん、両方とも広い方がいいと思います。はい。ですので、品番的にはね、57346-31K00 の方ですね。はい。税別800円だった気がします。はい。まあ、これをね、2つ用意していただいて、あとボルトです。ボルト。純正のボルト短く足りないので、ここのボルトを買ってください。はい。これは M8 ですね。で、専用のボルトは多分無理だと思うんで、このタイプで M8 の 50mm ぐらいあれば余裕でございます。はい。M8 の 50mm を買ってください。はい。さあ、そしたらですね、あとですね、ミラーアダプターっていうのが必要になります。はい。ミラーアダプター。直接付けられないので、ここにね、これデートナさんのミラーアダプター。こっちには、ナポレオンさんのミラーアダプター、ステンレス製、を採用してございます。で、こっちの方が微妙に長いんですけど、こっちの方が低いんで、長めの方、若干長めの方をこっちに使ってるって。右と左別々に使ってますけど、
まあ揃えてもいいかな。うん、そんな感じもしますよ。はい、ナポレオさんのは、SS-1 っていうモデルでございます。 8mm8mm ね、 8mm8mm、 まあデートラさんのミラーアダプターもそうです。 8mm8mm ですね、8mm8mm、 オス 8mm メス8、普通の正ネジのオス 8mm メス 8mm っていうやつを2つ買ってください。デートラさんのは450円でしたかね。ナポレオンさんのは大体600円ぐらいのようでございます。500いくらかな。まあちょっとあの定価がないみたいなので、まあ実売価格としてね、まあいろいろあるかもしれないです。はい、だそれをまあ2個用意していただくとね、いうことでございます。それができればとりあえず、あとはですね、必要なものとしては、ドリル、カッター、そういったものを用意してください。はい、で今ねこういう風になってますけど、まあこれ開けてみていただくと分かるんですけど、こんな風にね、こんな風に本来はスイッシュだったらここにつけるんですけど、ないんで、あとね、これね、ワッシャー入れた方がいいですね。ワッシャー入れて、これを締め込んだ方がいいです。今、仮でやってるんで、ワッシャー今入れてないですけど、うん、ワッシャー入れてくださいね。はい。で、ここに穴開けます。ね。穴開けます。で、もう気持ち外の方が良かったですかね。こっちのワッシャーを、長いワッシャー入れて、これを気持ち外に出して、で、ここがもう完全に離れるようにね、うん。変にこう近づけない方がいいっていう感じがしますね。そうすると、これ、振動とかでぶつかったりとか擦れたりとかするので、うん、離した方がいいと思います。こっちも同じようにこんな感じでね、はい。だからこっちの方が若干外側に来てると思うんですよ。ね、こう見ていただくとね、ここの隙間がね、こっちの方がね、広くなってますからね。はい。ですので、そこに M8 の穴を開けて、裏から開けて、さらにここの外側がこうカバーになっちゃってるんで、それを削ってください。ね、削り取ってこのミラーのこれが入るぐらいのね、大きさ、カットして、でこうつけてる。で、このカバーをつければ、この切った後とかは、まあ、はっきり見栄えいいとは言えないので、ね、こうやってやると分かんないね。分かんない。うん、そうです。はい。そんな感じです。あともう一箇所加工、二箇所、すいません。もう一箇所じゃなかったな。あと二箇所。すいません。あとね、ドリルの刃。M8 のドリルの刃が必要。8mm のドリルの刃が必要です。はい。あとね、22ミリぐらいの、ドリル持ってない、そんなのないですよね、22ミリなんてね。だからあのステッピングタイプのこういうあるじゃないですか、なんていうんですかね、あれを買ってくださいね。はい。そう、それでまずここのスペーサーが6ミリなんですよ、穴が6ミリじゃダメなんで、8ミリ使うんで8ミリのドリルで穴開けてください。ちょっと言うは安し、やる方は嫌ですよね。どうしたらいいですか、うちで完成者買ってください。いやもう車両持ってるから困りました ね穴開けて、であと要はここのナックルバイザーの穴がちょうどこれの純正のバーエンドのこう段付きのなってる部分よりもこっちの狭いんですよ、少し。なんで穴開けて拡大してください、ちょうどいいくらいにね。そういうことなんですよ。でつけて、でボルトでボーンと止めると、ね、そうするとこうやってつけられますからね。はい、まあぜひどうもね。で、それ加工をうちでやったやつを販売するっていうのはさすがにちょっとね、あまりにも、お粗末なんでね。そう。綺麗にはできないじゃないですか。やっぱりどうしてもやっつけ感が出てしまうね。それは、やっぱり商品としては成り立たないのでね。ちょっとそれは、ご遠慮させていただきたいと思うわけですけど、まあこんな感じでね、取り付けて、うん。まあご自身でいろいろ楽しんでいただくのもよろしいのではないでしょうか。はい。ということでですね、とりあえずですね、この仕様でね、販売価格は載せておきますのでね、もしよろしければ、あ、店長武蔵エディションバージョン3が欲しいという方は言っていただけるとありがたいでございます。はい、もちろんノーマルバージョンの方がうちとしては手間がかからないのでいいんですけどね。だってそう、ノーマルバージョンも良ければね。はい、で一応この仕様プラスだからグリップヒーターがつくということでね。でもし LED に全部ねするっていうご希望があればですね、プラス5000円ぐらいですかね。うん、プラス5500円で LED。この3点ね。これ、ヘッドライトバルブと、あと、ポジションね。それを LED にして、販売させていただくことも可能でございます。はい。一応ですね、グリップヒーターと、あとこのバイザー、それに伴う部品、全部加工、すべて入れて、プラス2万円ぐらいを予定してございます。グリップヒーターが8800円はしますからね。なんで、まあ8000円ですよね。で、これとこれ、部品代だけで全部で6000円ぐらいしますかね。普通に揃えるとね。税込みだと、まあその、まあ、1万4000円か。
14,000円に、まあ、税出して15,000、まあ16,000弱ぐらいですか。4,000円余分にお前取ってるなって言われちゃうと嫌ですよね。どうしようかな。うん、ねえ、まあ、まあ内容変えて4,000、ちょっとくださいよ。ダメですか。グリップヒーターの取り付けも入ってますからね。あのグリップヒーターの取り付け工賃もらも工賃っていうか、普通通常だったら1万円ぐらいもらえいただきますからね。それだけで、はい、え、じゃあ普通のバージョンより得じゃないか、普通に買ってグリップヒーターつけてくださいより得じゃないか、ね、じゃあ普通のバージョンでグリップヒーターだけつけだからその金額でつけてくださいっていうのはちょっとやってないんです。このバージョンで私は売り販売したい、あとステッカーを貼って販売したい、ただそれだけなんですよくわかんないですけどね、はい。で、台数制限というのは特に私は設けません、はい。ですので、ご注文いただければそのこの仕様で作るっていうことです、はい。ですのでね、よろしければ、はい、台数稼ぎたいんですダメですか。本当はですね、これはGP でしょ、 GP じゃなくてレーシングでやりたいです ね。ナックルバイトは別にレーシングにつけたいわけじゃないんですけど、レーシングで例えばキャリパーをブレンボキャリパーがついてる状態でとかね、あとはなんかこう他にも、うん、あでうちでのこのノーマルバージョンの販売価格は現在ちょっと待ってくださいよ、4月から値上げされますから4月から175,000円になります。今は170,000円です。で一応キムコさんの引き当てっていうんですかね、もうこれこの車両ですっていうね、要は車体番号がもう分かってこの車両を出しますっていうのが3月31日までになされた場合に関しては、元の前の金額っていうか今の金額で販売できるんですけど、4月にそれがずれ込んでしまった場合にはもう175,000円が適用されてしまいます。あとだから車両が今もうないと、入荷が4月以降ですだからね、そういうのもダメです。もう、これに限らず他の車両もみんな、値上げされる車両に関してはもうそういうことになっちゃいますから、気をつけてくださいね、はい。今十何日ですか、19日ですか、今日あと1週10日ぐらいはありますからね、買おうかなと思っている方は、まあ GP に関しては5,000円なんでね、まあ焦る必要、まあ、まあ確かに5,000円大きいんですけど、ちょっといろいろ考えてねどうしようかなっていいと思うんですが、車両によっては2万円とか変わっちゃうんで、2万円だったらね考えちゃいますよね、はい。まあいろいろありますけどね、うん、まあ一応こんなことも、やらせていただいております。で、まあ、現在の価格としては170,000円、プラスですね、ちょっと こちらの車両に関してはうちはちょっと納車整備代をいただいております。納車整備代5,500円、プラスノーマルバージョンの話をしてますけどね、このなんかこうつけてる車両じゃなくてね、ノーマルバージョンです。それプラス、自賠責ですね、うん、自賠責代、あと登録もしうちでやる場合は3,300円、この近辺だけですけどね、はい。遠方の方には販売し基本的にはやってませんので、はい、キムコの車両はいろいろちょっとうちほらキムコの販売店クビになっちゃうかもしれないですから、そんなことやったら、うん、それは違反ですんでってすぐ本当言ってきますからね、はい。いや いっぱい宣伝したじゃないですか、いやそういう問題じゃないです、ルールはルールですっていうね、厳格な、ね、言われたらもううちはどうすることもできないんでね、はい、下手すりゃ違約金をくださいどの子とかね、嫌ですよねえ何の話なんだ、なんでそういう話になっちゃうんですか、そうじゃないですか、有効的ですからね、はい、有効的ですから、いやいや、頼み、じゃあ、やめてください、やめてくださいよ。それはダメですって言われるだけかもしれないですけど。ダメなんですが、台数やりたいですもん、稼ぎたいんですよ。せっかく遠方でも買って買いたいっていう方がいらっしゃるんですから、いいじゃないですかって言ってもね、いやちゃんと面倒見てもらえるならいいですよって言われちゃうんですよ。いやうち面倒見られないですよ、遠いからって。ね。お互いのためです。ね、近くで買ってください。はい。まあ、そんな、余計余談はいいんですが、本当に余計な話でしたけど、うん、まあ、一応そんな感じになってますね。で、BBB の価格は現在もう値上げしてます。4月1日の価格になってますから、今買った場合はもちろんあそこからその前の金額になりますからね、当たり前ですけどね、当然のことながらね、なんかあここ高い、あなんか値上げおかしいじゃん、4月1日からあれなんか値上げいつ前か値段が違うって遠慮される方いらっしゃるかもしれないですけど、その方はまあいいんです、まあ、はい、
分かってる方はね、ああもう4月1日にしてるんだな、ね、うん、4月1日の価格今買われる場合はちゃんと別にあの価格じゃないですからね、はい、勘違いしてほしくないんですけどね、はい、あとホームページの価格も買いましたかね、あ買いとかないとね、過ぎちゃってからだとやばいんで、はい、高くしとく分には安くすることはで、安くした分にはあそうなんですか、いいじゃないですか、でも逆にその金額の、あすいませんちょっとプラス本当は2万円高くなってますって言ったらあーってなりますから、だから先にも上げといたんです、余裕のある時にね、はい、もちろんその金額で買っていただいてもいいですよ、今価格のことはね、やっぱちょっと非常にねデリケートな面の問題ですからきっちりしたね、まあ、一応そんな感じになってます。はい。ということで、他にもね、うん、まあ、いろいろね、ありますから、うん。うん、ね。まあ、この黒もなかなかよろしいんじゃないですか。ホワイトもいいですよ。うん。ホワイトにここは、まあ、これ黒ですけど、っていうのもなかなかにいいんですよ。うん。そう。ね。はい。まあ、こんな感じでやらせていただきたい。うん。そう思います。ちなみに、過去の2車種、バージョン2は1台も結局販売することなく終わっております。企画倒れで。まだ置いてあります。置いてあるっていうか変ですけど。ちょっとかするんですよね。やっぱこっちじゃなきゃいけなかったね。こっちはほらかすんないからね。ほら当たんないもん、全然。ね。あれ、前のやつはスイッシュじゃない、アドレスはこうなってんですよ。もっと。で、当たっちゃう。ギリギリ。ここかするの。それで、ああ、もうダメだと思ってやめたんですよ。売れないわ、これは。つって話にならんと思ったんですよね。でバージョン1っていうのはLED、ここら辺が全部 LED になってる。ちょっとだけいいじゃないかと。仕様なんですけど。今回は、リベンジじゃないですけど、これなんかここにも傷あるんだけど、これは多分あれだな。まあまあいいや。もう傷ついてる。多分これ、初めからでしょう。ねえ、まあ。まあでもね、うん。いわゆる、ある程度は仕方がないところはあります。いわゆる塗装が剥げてるような傷はダメですけど、明らかにね、だこう表面のなんかこうちょっとクリア層で何となくこの洗車傷みたいなのあるじゃないですか。あのあたりはね、勘弁していただくしかない感じがしますけどね。そんなにめちゃくちゃクオリティが高いわけじゃないんでね。はい、ということで、はい、GP125、店長武蔵エディションバージョン3よろしくお願いいたします。19番ぐらいですかね、はい、グリップヒーターとこれですけどね、それぐらいだと思います。あ、税抜きですけどね、はい、それが、また話が長くなる。4月1日から10だから19万5000円になっちゃいますけどね、うん、でも随時作らせていただきますね。